で、開催された、オパンファインアへ出展した、ザ・ドキュメント・ファンデーションザ・ドキュメント・ファンデーションは、オープンソースソフトウェアの開発を行う団体である。略称として、TDF が用いられる。TDF は OPENOFFICE.org コミュニティのメンバーによって、リバーウフスというフォークを開発するために設立された。このフォークは、 オラクルが OpenOffice.org プロジェクトのスポンサーであったサンマイクロシステムズから権利を買い取った後、オパンセラリスト、同じく OpenOffice.org プロジェクトの中止が懸念されたために作成された。TDF は創設時に掲げた公約の中で自らの立場として全ての人が無料で、 オフィススイートを利用できるようにすることで、パソコンを使える人と使えない人の間に生まれる、情報格差をなくしていくことすべての人が、母国語でオフィススイートを使用できるようにすることで、母国語の普及と保護を支援していくことベンダロックインを避けるために、オープン標準の企画を支持すること実力主義的かつ、開かれたソフトウェア開発のあり方を是とすることの4つを掲げている。 また、TDF は開発の際に著作権の譲渡要件を必要とせず、かつてのように特定の企業には依存しないという方針を掲げており、これは開発者が著作権を3もしくはオラクルに帰属させる必要があった OpenOffice.org とは対照的である。ソフトウェアのライセンスに関しては、 営利目的に利用しやすく、かつコピーレフトであることがプロジェクトへの建設的な参加を促す最善の道であるとしている。TDF は2010年9月28日、運営委員会によって設立が発表され、ノベル、レッドハット、カノニカル及びグーグルなどの企業からも指示を受けた。また、同時に次のバージョンであったオパノオフィス3.3をベースにしたフォークを新たな、 ブランドとして利用可能にしている。オラクルに対しては、TDF のメンバーとなるように要請して OpenOffice.org のブランドを寄贈するように求め、フォークには暫定的にリバーウフスという名称が付けられた。TDF 側の要求に対して、オラクルは OpenOffice.org コミュニティ協議会において利害が衝突するとして、 TDF メンバーの協議会からの脱退を求めた。プロジェクトが発表された時、TDF はまだ法的な実態としては存在していなかったので、運営委員会はドイツで正式な財団として設立する方針を立てた。2011年2月16日には、ドイツで設立するために必要な5万ユーロを確保するための募金が開始され、開始からわずか八日で達成された。 その後、TDF は、理事会や各種委員会のメンバーを選出し、組織としての形を整えた。そして、2012年2月に、ドイツ・ベルリン州で財団として、法的に設立された。TDF は設立以来、多くのイベントに参加している。また、リバー・ウフスに関する会議、リバー・ウフス・コンファレンスを毎年主催している。ドキュメント・リベレーション・プロジェクト、 編集 TDF は、主要が非公開の文書フォーマットを解析しオープンなフォーマットに変換するために、ドキュメントリベレーションというプロジェクトを立ち上げた。